おはようございます。いちきです。今日はですね、とあるロケっていうのも、ルアマガさんと、あとスルッパって皆さん知ってますかね。あのルアーを収納するあのケースなんですけどのタイアップ YouTube の撮影ということで東京湾シーバス来ました。春にシーバスやるの私初めてだな。秋とか冬にかけてビッグベイトシーバスはね、去年よくやってたんだけど、春は初めてで、まあ多分ビッグベイトっていうよりかは、なんか多分ミノーとか穴打ちとかそういうちっちゃいプラグがメインになってくると思うんですけど、ありがたいことにね、船はちゃんと出れるという、しけてない。危なかった。春はね、やっぱりしけやすいから海が、まあ、今日はね無事に出船できるということで、まあ、メインはルアマガさんの方の、YouTube の撮影なので、まあ、私の方ではちょっと裏側というか、まあ、GoPro 回しながら、釣れたらいいな。はい、ということで、撮影頑張っていきます。行きましょう。やっと来た。結構引く。おお。やったー。やっと。ラス。やっと釣れたー。うわ、え、シーバス、シーバスか。ベイトめっちゃいますね。
今はちょっとオープンなところで回遊狙いです。でワームでそこまで落としてこう上げてくるっていうような。あれなんかあエイが泳いでる。エイだもう見えないですエイのヒレがヒラヒラ張ってる。ワーム一頭、イエーイ。サイズはどうだ？おーいいね。はーい。おーよし、バッチリ。よく釣れますね、やっぱ東京湾。はい、やったー、イエーイ、イエーイ。バッチリ。うん、